影の実力者になりたくて。最終話放送記念生配信。影の実力者はカーテンコールをしてみたい。はい、ということで皆様始まりました。影の実力者になりたくて、主人公白影の落として人役を務めます山下誠一郎です。今日はよろしくお願いします。はい、ついに先週最終話を迎えましたテレビアニメ影の実力者になりたくて、皆さんもコメント本当にありがとうございます。全20話皆さんご覧いただいたかと思います。本日は最終話の放送を記念してここまで頑張ってきましたということで、素敵なメンバーと一緒に本編を振り返る生配信をお届けしたいと思いますが、まずはメンバー紹介、まずは日高さんからよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。クレア影の役の日高里奈です。よろしくお願いします。お願いします。お姉ちゃんです。そしてはい、シャドーガーデン地影第一席アルファ役の瀬戸あさみです。よろしくお願いします。お願いします。そしてはい、皆さんこんばんは。シャドーガーデンの七影の第五席のイプシロン役の金本久子です。よろしくお願いします。いっぱい演じる前ですかっていう私たちちょっと肩書き多くてですね。そうですね。でもかっこいいよね。なんか私お姉ちゃんってことしかないんだけどお姉ちゃん、姉ちゃんです、ね、確かに影の家のお姉ちゃんということで、いろんな属性秘めてるからお姉ちゃん。いやお姉ちゃんってもうね最強の属性でございますからということで本日はこの4名でお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。ちなみに、振り返りで見ると、瀬戸ちゃんと金本さんは、はい、生放送は放送直前番組以来、そう、去年の 9月、はい、そうですね、ま、放送前にやりました、ね、はい、いろいろとねこう、先にあの謎かけロジックを瀬戸ちゃんが解いちゃうという名探偵ぶりをあんまり覚えてないんだけど今日の背景はね、まあこう、うんうん、外で今日お送りしてるんですけど、そう、晴れてます。緑があるの、その外でちょっとね寒いんですけど、そう、前回はねちょっとおしゃれなスタジオでこう本があったりこういろんなね、そう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 、背景に物があってそこにヒントが散りばめられてたんですよ、うんうん、楽しそう。そう、さあ私が見つけちゃったみたいな早めにあっつやアルファ様、そう、さすがですね。ありがとうございます。そうなんです。そしてね、お二人は生放送以来ということで、日高さんは生放送初登場ということで、そうなんですよ、うん、ラジオの方には出させてもらったことあるんですけど、はい、生放送は初めてで、うん、だから確実系でその瀬戸とかひーさんと一緒になるの初めてかも、うん、本当だ。そうよ、ね、あら、あら、あら、今のお気持ちを。あ、気持ちいい、はい、2人と一緒の気持ちってなかなかなくない。でも安心安定の初めての気持ちを、初めての気持ちやめてもらっていいですか。静かにしてもらおうあ、こういう感じですか今日、はいはい、ちょっともう喋らないので、ね、ちょっといや、こういう子なんです。ちょっとごめん、今瀬戸ちゃんの独身術なかなか聞き取れなかったんですけれどもまあね、こんな感じで楽しい午後のお茶会よろしくね、皆さんもね楽しんでいただければと思うんですけれども、はい、ということでまあね、みんな衣装真っ黒、さすが影実クオリティということで影に潜みつつ、いろいろとね情報をお届けしていきたいと思いますが、まあ散々散々散々の散々おツイッターなどで言っておりました、はい、重大発表があるそうです。そうなんです。え、もう言っちゃうんですか。まだです。早くない？まだです。まだ？まだです。答えぶるの？あ、すいません、あの上から言われてました。なんだろうなということで皆さんもいろんなあの予想されていると思うんですけど、僕はもうずっとあのシャドウが使ってたバールのおもちゃだと思ってるんですよね、うん、あのボタンを押すと喋る喋るの、なんかずるい、喋ったらちゃんと山下くんにもお金が入る。そんなこと考えてなかったよ俺は。そうだ、ピュアに少年の心をシドのように忘れず、決して使用料とかそんなことは一ミリも考えることなく、日陰のポーズも入れろじゃあ、 あのもうあの権限でアルファも喋るようにするよバールからバールセットでねっていう想像するんだけど、まあまあそんぐらい想像しがいがある面白コンテンツとか素晴らしいアニメでございます面白コンテンツだよなまあ、いろんなね楽しみ方がある作品でしたけれども、それを、改めてみんなで振り返っていきたいというコーナーですということで、皆さん最後までどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、早速いきましょう。それでは最初のコーナーはこちらでございます。影の実力者になりたくてカルミネーションシーン。おー、はい、カルミネーション、まあ、最高とか、頂点とかそういう意味があって英語なんですけど、
ども、まあ、その頂点最高ということで、このコーナーでは影実のテレビアニメ全20話の中から私たちキャストが選んだ最高のもう頂点のシーンを、紹介して振り返っていきたいと思うんですけれども、早速映像を見てみんなで振り返ってトークしていきたいと思います。まずは最初のシーン、こちらでございます。なるほど、ちょうどいい。軍人とは一度戦ってみたかった。歓迎するぜ、スタイリッシュ傍観スレイヤー。このイカれた世界へようこそ。俺のたどり着いた結論はバールはトンファーとして使うより普通に殴った方が強い。はい、ということで、はい、第1話、嫌いなクラスメイトよりスタイリッシュ傍観スレイヤー VS 元軍人のバトルシーンでございました。はい、出てきたね、トンファーじゃなくて、バールですね。はい、まあ、影実といったら鉄頭鉄尾バールだったんですけれども、うん、まあ、私がこれ選ばせていただきまして、うん、あのなんていうのかな、あの単純にセリフが好きで、うん、このイカれた世界へようこそって小林千佳弘さんに言ってもらえる幸せだからその千佳さんが演じる軍人の前に古川誠さんがチンピラ演じてて、うん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 、あ、もうこういう作品なんだって1話の時点でもうこうで敵キャラに濃ゆいし強いし、うん、そうね、私も1話出てなかったからさ、うん、本当に視聴者として見てたから、はい、こんな感じみたいなびっくりした。結構でもグロかったよね、ちょっと、うん、結構リアルな ね, リアリティでしたね。すごかったよね、うん、このねヒロイン、あの 現世の転生前の、はいはい、西野さん、うん、堀江さんが演じて、いやもうすごかったよ、ヒロインでした、ね、贅沢ヒロインですよ、もっと見たかったんだなって思いつつそうそう、まあ割となんかこの1話でそのなんだろう、影実とはこういう作品ですよっていうのを、うん、あの分かりやすく説明する導入としては異質だし、うん、ゼロ話のようにも思えるし、うん、でもちゃんと1話として影実ってこういうものですよって、もうなんだろうな、これだけ抑えればあとは全部影実楽しめるぐらい分かりやすく、あのなんか演出とか構成とかの凄さをまざまざと感じたシーンかなっていう、なんかバールに始まりバールに終わるっていうのはあのいろんな意味で面白いなと思ってさっき最終話もね、バールはやはりポテンシャルがあるって言って、あのあバーってあのアイリスが、あれ確か日高さん、え、日高さんね、日笠さんがアドリブ、え、アドリブだったっけ、現場で、あ、確か一緒にバトルしてて、最初の話になっちゃうんですけど、いきなりいきなり1話の話なのにとか、振り返りだからバッて言ってたりとか、すごい最初から最後まで面白い作品だったなというところで、うん、逆にね、ここ語れるのちょっと、まあ、自分だけっていうか自分しかまだいないのはちょっと申し訳ないんですけれども、まあ、スタートからやべえ作品が来たということで、うん、ようこそイカれた世界へようこそでございまして、皆様をいざないましたということで、1話の思い出でございました。うん、今聞くとちょっと若いなって自分でも、え、でもなんか役作りとか全然違うものです、その1話の現世の時と変わっていきましたね。あ、なんか徐々にシャドウとかって結構自分の中で頑張ってる節がやっぱあって、ちょっと低くて、うんうんうん、あの、なんていうの、勇ましいというか堂々としてるところがあって、うん、そこは自分の感覚で序盤のシャドウ様と後半のシャドウ様見ても違うなって気はしてて、多分皆様もそういう経験あると思うんですけど、演じていくうちになんか骨格が見えてきて、はいはい、ああなるほど、こういう風に言えばいいのかなとかっていうのが、その変化をやっぱ20話でつけてもらった感じもしたので、なんかちょっと今ムズムズしましたね、1話見て。でもあるあるだよね、あるあるなんかね、自分だとね、オンエアされてからそのやっぱ完成したものを見てからでも、あ、こういう風にできるかもってね、変わるし、だからやっぱまあ分散収録だから毎回あのシャドウ様と一緒ではなかったんだけど、うん、でも毎回やっぱ一緒の度になんかいろんなものを求められてて大変そうだなとは思って見てました、ね、楽しかったけれども、うん、まあいろいろとやれることも増えていって頑張ることも増えていってっていうところで、うん、指導はまあそんな感じでしたね、はい、ということで1話はこんな感じでございましたが、続いてのシーン見ていきたいと思います。こちらです。ついに僕はマルクゴーソを制御することに成功した。うん、だけど、我が名はスタイリ、いや我が名はシャドウ、影に潜み影を狩る者。シャドウ、困難な道のりになるだろう、だが成し遂げなければならない。
英雄の子よ、我と共に歩む覚悟はあるか。あなたがそれを望むなら、私はこの命を懸けましょう。そして罪人には死の制裁を。はい、ということで第2話、結成シャドーガーデンより悪魔月からアルファに戻るシーン、まあ、戻すシーンでございました。ここを選んだのは、はい、アルファ、私でした。はい、ということで、まあ、チョイス理由とか、うん、思い出とかいろいろ語っていきたいんですけれども、はい、瀬戸ちゃんいかがですかね。なんか1話から振り返り、2話って言ってこう1話ずつ振り返っていくみたいな、うん、確かに20話あるけど大丈夫かな。全部行きたいんだよね本当はね、はい、いやそうですね、どのシーン選ぼうかなと思ったんですけど、まあ、やっぱり始まりといったらここかなと思って選ばせていただきましたし、うんうん、はい、いや、まあ、アルファの、まあ、肌色の多さに今一瞬焦りつつもドキッとね、はい、放送が続いててよかったなっていう安心と、はい、大丈夫でした大丈夫でした。髪がいい仕事してたからね、うん、やっぱ髪の毛がね、いろいろ守ってくれてました。よかったね、うん、でもあの悪魔月の時の左上のすごいね、こんなドロドロがさ、そう、最初でも放送見てびっくりしたんだよね、ここまでだったんだみたいな、うん、思ったより怖かった。うん、うんうんうん、でここでのあのシドのね、この突然アドリブで思ってこんな設定作ってって、うん、すごいですよね改めて、うん、こっから始まってしまったというか、うん、あーうーあーシャドーガーデン君はアルファだっていうところから全部始まっちゃって、そうで、やっぱそれを伝えたのが、まあ、アルファじゃなかったら、まあ、この20話までね来たこの物語の裏で動いてた七影が作った、あ、シャドーガーデンが作ってきたものって、うんうん、アルファの際あってこそだなっていうのもなんか感じて、うんうんうん、このね、一回聞いただけで信じてそれを実現できるっていうなんか凄さみたいなのも感じて、うん、やっぱこの二人が創設者だなみたいな感じもして、うんうんうん、はい、ちょっと懐かしかったので頂点にしました。なんだっけ、カルミネーションとカルミネーション、yes、とちょっとこの幼少期を振り返るとこれ、うん、アルファの方が背が高いのかな、ちょっと思えますね。そうかも、右下のやつ見るとね、だん、え、座ってるんじゃないかな、座ってるからかな、でもなんかちびしどを見るとちょっと可愛いなって、うん、このちびしどもいいよね、声もね、だいぶ、うん、若って思っちゃった、だいぶ若い感じのお芝居だった、ね、なかなか今でね、割と幼少期指導はこのもう2話の段階で、うん、2話にはねお姉ちゃんも出てくるんですけど、そうだって、その時にはだって赤ちゃんもやったじゃん、そうだ、すごいですよ、もう、いや、まったく、もう赤ちゃんまでやっちゃうんだから、赤ちゃんってモノローグで、モノローグで声も出てすごかったよね、でちょっとちび系のね、やっもやったか、成長過程がすごくて、ここまでもできちゃうよね、ここまでもできる、男性でそのね、赤ちゃんから全部やるって、まあ、ギャグでしたけどね、怖いやつ、怖いやつ、高音だったよ、オンギャー、なんかあの時ボンギャーだった、タゲジツってあの収録スタジオがちょっと、まあ、特殊というかスタジオによってはあるあるなんですけど、あの部屋が分かれていて、はいはいはい、あのちょっと広めのブースとちょっと狭めのブース連動していて同時に収録をすることができるんですね、うんうん、あのなので例えばあのセリフ同士が被って掛け合いしてても問題なく撮れたりっていう、まあ、利点があるんですけど、うんうん、だいたいシドってやっぱ他の人といっぱい掛け合うから、だいたい一人で、一人で俺は赤ちゃんだ、俺は赤ちゃんだって狭いブースで赤ちゃんだ、俺はこれから赤ちゃんだって2話は頑張った、よく、あとその2話だとクレアの掛け合いのシーン、稽古でわざと負けるシーンがあって、ふえーって言ってたりとか、シドが萌えキャラですよ本当にまさかこの仕事してあの自分がふえーっていうことになるとは思わなかったみたいな、でもなんか2話で初登場だったから、うん、もうその山下くんの、まあ、そのなんだ、いろんな役柄というかその、ね、もうバリエーションかつ幅をね生で見てびっくりして、いや、ありがたい本当に、でもそれをほんとさらっと別室でやるからさ、もう声だけ聞こえてさ、うん、一斉に結構やってたじゃない、テストの時とか、やりました、やりました、すごいね、すごいなこの現場って思ったのを覚えています。いや、なんかここもある意味始まりというか、ここからきっかけが始まって、うんうん、実はまあシドはシドで転生してお姉ちゃんというか影の一家の話もあってっていうところで、うんうん、なんかこう全てがスタートしていったっていう重要なシーンがございましたね、はい、はいです、ということで第2話でございました、うん、続いてのシーン参りたいと思います、こちらです、おぎゃおとと、シドを助けに行くのよ、邪魔しないで、ジュリアさん落ち着いて、私も冷静よ、いかなる理由があれど外出は認めません、多少の例外はあるようですが、
生徒の安全については引き続き任せます。仰せのままに。弟のために家族を思う気持ちは皆同じ。カタを待ってでした。お姉ちゃんがすぐ運んで抑えなさい。はい、ということで次は第4話、可逆への報酬より、シドを助けに行こうとクレアが暴れているシーンでした。ここを選んだのはもちろん、はい、日高でございます。はい、ということでこうチョイス理由や思い出などを語っていただければと思うんですが、私そもそも、はい、そのお姉ちゃん役って聞いた時に、うん、あんまりやったことないからわーって楽しみだなと思って、でキャラクターのそのビジュアル見た時も、なんてなんか美しい女性なんだ、クールな感じでって、で設定見ても優秀なって書いてあったから、はい、すごいワクワクってなってたんだけど、やっぱりこの4話は特に、まあでも2話の段階でね、後半のね、オルバとの掛け合いの時からちょっと弟を愛しすぎているっていう感じはね、あったんだけど、したんだけど、この4話のこの姿ってさ、すごいやられてんのよ、ね、外れる。さっき最後アドリブで肩がなんだかですよ、抜けた抜けた抜けた、肩を外してみたいに言ってたから、なんかそうか、ローズがいたのか。そう、私結構その後ろでもさ、ずっとアドリブで、そう、ここまでしっかり聞こえるとは思ってなかったんだけど、そう、自由に楽しくやらせてもらっておりまして、後ろでゼノン先生とか喋ってたけれども、うわーって聞こえてた、そうそうそう、迫真のちょっとね、あの2話から時が経って、うん、あのシド、まあ、影の兄弟2人とも大きくなってからのシーンだったので、うんうん、割とここからがクレアの、まあスタンダードっていうところだったんですけど、この、今なんていうの、こうサムネっていうか画像、ねうん、4つ出してるんですけども、この右下、このちょっと笑顔が眩しい、見えていいイラストですか、これ大丈夫ですか、はい、これもすごく素敵なサマーな、ね、帽子が、ね、爽やかですねっていうシーンなんですけど、まあ、だいぶ後半ですよね、17、8話ぐらいの下りかなっていう、だってそれで言うと本当に、まあ、ヤンデレ具合って言っていいのか分かんないんだけど、はい、度合いが増してて、一回なんかもう殺そうとしてました、首絞めがしてたね、ベッドで、はい、はい、目まみれになってまして、うん、やろうとしてました私なんかもう、ね、すごかったですね、愛ゆえになんだよね、愛ゆえ、もちろんね、愛があったね、愛ゆえに、はい、愛の微笑みなんだね、これはそうだけど、よりホラーですよね、うん、このなんかね、色合いもね、ちゃんと見せてそうだね、色合いがまたねちょっとなんかね、赤すぎんみたいな、うん、こんな夕焼けあるみたいな感じですけれども、そうなんですよ、でもそれがまたね、なんか可愛らしいというか、うん、ちょっとぶっ飛んだところもなんか愛くるしいなと、うん、このシーンのセリフが、クレアは私の試合も楽しんで見てくれたかしらみたいな、言ってることは可愛いんですよね、すごく、そうだよ、もちろん頑張ってるから、ね、そう、発表会見に来てっていうノリなのに、この絵だでこの首だったから、あの時は僕も自分で、まあアフレコなんで自分でこうやって締めながら頑張って、あ、締めながらやりました、やりました、結構咳でノイズ出るかもと思ったけど出なかった、あーいいやばいで、リアルに締めるとね、本当その後咳止まらなくなって、そう、止まらなくなって、結構あるあるなんですけど、難しいよね、難しかったけど楽しかった、まあ印象的なシーンでございましたねクレアについてはね、まだまだ、これから語りたいところもあるんですけれども、続いてのシーンいきたいと思います。続いてはこちらでございます、どうぞ。どうかしら、うん、馴染みのある建築様式が異世界に、 2x4、 あなたが教えてくれた建築技術のおかげよ。そうなんだ、仮の拠点も完成した、これであの子たちの訓練も本格的に始められる。本当にあの子たちも鍛えるの？ええ、必ず必要になるわ。ディアボロス教団に対抗するためには組織の拡張とともに個々の戦力強化も進めないと。まあ設定上はそうなるかな。それにあの子たちも奴らと戦うための力を欲している。そうか、ならば我が英知の一端を授けるとしよう。闇の中で己返しを貫き通すための力をな。子供だけの暮らしだと護身術くらいは必要だしね。はい、第14話君の嘘君の願いよりアルファの回想シーンでございましたが、ここを選んだのはどなたでしょうか。はい、私です。姉本さん、
その理由などを聞かせ願えますでしょうか。はい、印象的なシーンたくさんあったんでいろいろ迷って、はい、10話のベータとの、ね、会話のシーンもいいかなと思ったんですけど、うん、12月の生配信でいのりちゃんが結構話してくれたそうです、ね、ということで今回はちょっと飛んで14話のこの回想の中で幼少期の七影も出てくるシーンを選んでみました、うんうん、はいはい、さっき瀬戸ちゃんが言ったように2人でね始まったこのシャドーガーデンなんですけれども、こんななんか温かな日本のどこかにありそうな家で本当にもう日本だよね急に立ってるもん ね、 なんかね時代の違う建物が、うん、玄関の感じ玄関も、うん、いやと室内もね、うん、このそうそうなんか見たことある安心する感じのなんか ね、 ね、うん、ちょっともう手狭よねってぐらい、ね、この人数子供たちがいるけどアルファが嬉しそうに 2x4 って馴染みのあるこれいろいろ絵を見るとみんながそれぞれの役割があるんだろうなって想像できるのがまたいいですね。可愛いそうなんですよ。すごい料理作ったり、うん、おしゃれなもの作ってるよ ね、 パエリアって、ね、パエリアですよね。パエリアとシチューかな、うん、とか これでも、うん、どうなんだろう、もともとあったのかシドがあパエリアあってって言ったのかな、教えてくれたんじゃないですかね。すごい、まさにシドの知らないところでこんなことがあっていう、うんうん、本当に微笑ましいシーンだなって、本当に懐かしい思い出みたいな懐かしい右下はねちょっと違う、うん、はい、違う、だいぶ前のこれ2話の終わりかな、うんうん、私たちの あなたの元を離れるわもうってなった終わりで3話で大きくなってっていうところで、まあこの続きはまあ皆さん楽しんでいただいている影マスで、はい、ね、ゲームの方で結構保管されてるので、そうなんです。なんか幼少期の頃あんま喋ってないんですけどゲームでめちゃめちゃ喋りました、うん、みんなすごいよね、うん、みんな多分ね影マスはめちゃくちゃ演じたっていう思い出もあると思うし、まあ、最終話まで行ったからあれなんですけど、そのなんだろう、影マスでやってたことがアニメにもフィードバックされてたりとかっていうシーンが結構あって、うんうんうん、ちゃんとつながってるんだなっていうのはすごいポイントだったな、うん、もうコメントも楽しんでますっていう、ね、ありがとう、本当にありがとうございます。ただ大ボリュームだもんね本当にね。いや本当にそうだよね、すごい、すごい、うん、そう、それをやってアニメを見るとめちゃくちゃまた幅が広がって、うん、まさにこういういわゆるまあ日常パートも含めて彼女たちの七影たちのその日常的な些細なやり取りが楽しめるのはまあ影マスならではかなっていうところで、うん、そこも魅力的な、ちょっとこうあえてアニメだけ見ると想像させてちょっと余韻があるって感じでいいシーンでしたね。はい、はい、ということで、こちらのシーンでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いては、再び私がチョイスした、最高潮のシーン行かせていただきます。こちらでございます。足を止めてしまえば負けはなくなる。防御を間に合わされた。それも想定済み。速度を生かす暇さえ与えなければいずれ。勝った。残像だ。はい、18話刹那にかけるより地味な青年の残像だのシーンでした中二病を患った方なら一度は言ったことがある、または言ってみたいであろ う、 もうベストオブベスト殿堂入り、もうなんかもはや伝統であるこの残像だそうなの、初めて知らなかった。いやもう多分コメ欄、ほら皆さん、ほら残像だ残像だ残像 だ、 残像だって、本当さっきよりコメ欄の動きが早い、早い、すごい本当だ残像だ、はい、残像だ、ほらもうみんなねコメ欄が早くて残像だ、そう、その使い方なのかな、コメ欄が早すぎて残像だってなって、ちゃんと残像、そんな残像だをもう素晴らしく素晴らしいクオリティでお届けしてくださった、はい、我らが緑川光さんでございます。うーん、まさかこんな光栄なことがあるかと、私最初本当に山下くんがやるんだとばっかりてっきり思ってた、そう、僕もてっきりやっぱり思ってたら、そんなことはなくて、なくてこんな豪華で面白いことあるかなっていう、確かに、びっくりしちゃった、緑川さんってね、そう、ちゃんとここで言っておきたい、全部終わったから言っておきたいけど、もう本当に本当にあれですよ、いろいろ感想見てた時に、うん、山下誠一郎モノマネ上手いねみたいなコメントがあってバカ野郎恐れ多いできるわけないだろうっていうことはちゃんと言っておきたい、もうちゃんと地味なは地味なともう緑川さんと、指導で分けて撮っているので、うん、もう本当に素晴らしい、ただ押村くは
一緒に撮ることができなかった。ああそうだったんだ。そうなんですよ、多分タイミングもあって、うん、それが残念でならない。ただこちらとしてはいくらでも脳内再生ができたのでやりながら台本見ながらこうだろうなって思ってたけどさ、もう全部当たり前ですけど超えてきまして、さすがという、この発想すごいですよね。なんか人変わるし、うん、声変えるかみたいな、すごいと思った。だしシャドウの変身能力の凄さってことだよね、本当作品の中だけで見たらさ、このねちょっと1枚目のこの左のちょっとぽっちゃりした指導が、ね、こうぬりぬりして地味な青年になるっていう、ちなみにあのクレアのシーンでもあったんですけど、後半のあの地味なのマスクだけそうそうベッドの上に怖かったよ、ゴミ箱とかにペッて投げられててダメだろうみたいな、怖すぎたね、お姉ちゃん見たらどうすんだみたいなそうそうとか、そうだったりもあったりとか、最終話でも地味なの声だけ、シャドウの見た目のまま地味なの声だけ戻ったりとか、自由自在で本当に面白いなっていうところで、あとはネーミングもね、このジミナだけじゃないけどいろいろこう、そうこの武神祭のところはすごく、うんね、ネーミングが独特でしたよね。大人気キャラ、あのアンネローゼフシアナスさんですねとかね、他にもゴルドーキンメッキさんとか、あのもう負けず劣らずの人たちがいっぱい、ゴルドーキンメッキさんすごいオンエアで見たら輝きすぎて目いてみたいな、確かに、そうバトルパワーとか言ってたけど、アニメならではの光り輝かせた感じ素晴らしい演出も相まった後半でしたね、はい、ということで、まあ、まずは、地味な青年の残像だでございました。皆様もね、気軽にあの日常で残像だ言ってください最後にもう一つだけどうしても外せない最高潮シーンがあります。本当に、はい、最後でございます、こちらでございます、どうぞ。知るがいい、地を砕き天をうがつ、我が思考にして究極たる最強無比の一撃を。いや言わへんのかーいということで第20話魔人降臨よりシャドウ VS ベアトリックスアイリスのシーンでございました。はい、言いませんでした。言わなかった、言わなかった、言いません、言わんかった。その分あーいを過去一伸ばして、すごかったよね。そう、もうえあーいって言っとるやんけって今確認して恥ずかしくなっちゃいましたけれども、台本にはえあーいって書いてあった。いや普通にアイアムでしたねこれもいろんなパターンでやったんですか。これはでも割とすんなり通ったかも。ボールドが長かった。長かった。長いなボールド。長い手のこのぐ長っと思って、あーいじゃ足りないからもう勢い余ってえあーいってえあーいにしましたね。で言わないっていう。うん、アームって言ってもうあのなんかなんだろう、陸上だったらよーいって構えたのに走らないみたいな、うん、っていう感じがしてまあ本当に見るだけだけどねって言って、その後のねアイリスの悲痛な叫びだったり、結構本当に実は真面目なシーンで、最終話といえばもう本当に作画というか演出もすごくて、うん、激しいシーンだったよね。街中が動画、ね、すごい規模で、もう街中を舞台にしたバトルが繰り広げられ、圧倒的なね、戦いの中でっていうところで、アルファもね最終話は出てきて、一番最後の方にとかね、ローズに対しても選択を迫ったりとか、大事なところで出てくるんですよ。しばらく影に潜んでたんですよお待たせしましたって、お待たせしましたって感じで出てきます。後半になってくると特にその18、19とかって、あの武神祭の面白いあのうわド M 血圧とガーってなってる裏でローズのお話、まあオリアナ王国の物語も水面下で進んでいって、あのそこにシャドウガーデンが入っていったりっていうところで、本当に本筋は本当になんかダークファンタジーというか、結構最後切なかったし、やっぱローズの気持ちになると結構辛いものがあったよね、ラスト唯一のまあ拠り所というか、シドがくれたマグロナルドの髪をスパーンって無残にも切られ、でも名前はなくなり、そうね、最後の
キャスティングテロップのところがそのローズの白石さんのところがもう666になってて、変わってたのか、いやーみたいな、ドワッとする残酷とか、あとなんかこれ本真偽わからないんですけど、あの最後シドがピアノ弾いてるシーンで、あの黒い羽がふわってあの鍵盤に落ちてくるところがシとドの間に落ちてて、説を見て、そうなの、ほんまかいなって思いながら、それはなんかもうこの感、あの影実の世界観的に真剣なのか、うん、あのダジャレ、そうわかんないから、たまたまだみたいな、たまたま今までのやつ、そもそもシとドじゃないかもしれないけど、ピアノもわかんないんだけどっていうのを見て、だとしたらえぐいって思いながら、いや見返したい、見返したい、確かに全然気づかなかった、これ真偽は、後ほど確認して合ってたら僕がつぶやきます気になる、あ、ブルーレイ見ろというお達しが来ましたので、すみません、真偽は闇の中、なんか、シリアスなのかギャグなのか、合ってる、合ってんだ、あ、お、すごい、あ、意図的かどうかは分からないけど、あれはシとドの間なんだ、んだ意図的じゃなかったら作画さんの奇跡が、奇跡がそれはそれすごいね絶対意図してるってねえ、いやちょーって、そういやこの人分かんないけどやったれやったれ666にして、あと何かあったかな、あ、じゃあって言って、え、でもすごい最後までもう細かい細かい、でも気づいた人めちゃめちゃ気持ちよかっただろう ねはーってなるよね、ちょっとアハ体験どころじゃないんですけど、そうだね、っていうのもあったりとかして、まあそれぐらい奇跡が起こった素晴らしい最後だったということでしたね、ということで、まあ本当に断片的に紹介しましたけれども、最高潮のシーンまだまだいっぱいありまして語り足りないんですけれども、今回はここまでということで、ぜひ、皆さんブルーレイを手に入れて、本当にシとドの間ですというのも確認していただくためにブルーレイを手に入れていただきつつ、何度も何度も影実、そしてね、影マスも含めて楽しんでいただけたら幸いです。以上、影の実力者になりたくてカルミネーションシーンのコーナーでございました。はい、では続いていきますよ、こんなコーナーでございます、題して 4W アトミック、あ、え、大丈夫、大丈夫、あれ、まだ開けないでください、空気が、消して空気を吸い込みすぎた、大丈夫ですか、すいません、いっぱい食べてるからね、さっきあの首締めがとか言ってたら本当に来ないじゃん、はい、今や、シャドウの代名詞とも呼べる大丈夫ですか、アイアムアトミックでございますけれども、はい、作中で使われたテイク以外にもあらゆるパターンで収録したというお話はいろんなところでさせていただきました、うん、ご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか、そんな空から女の子が親方呼ぶんじゃない、やめなく男の子だから、はい、ということでね、はい、ドキドキワクワク、そんな無限の可能性を秘めているアトミック、本日こちらにいらっしゃる皆様にも挑戦していただきたいと、アトミックしてもらおうと、そんないいんですか、ということで早速お手に持っていただいている、まあ、4W ということで、いつどこで誰が誰にという4つの W が、うん、それぞれ用意されています、うん、これからこのお題を1つずつ引いて完成した文章をもとにそのシチュエーションに合ったアトミックをそれぞれ発動していただきたいと思います、うん、セリフ自体は皆様に言ってもらうんですけど、うん、I am アトミックってあの、まあ、I am アトミックなんですけど、うん、そのニュアンスはこのこれから引く文章によって決まる、あ、セリフはもう決まった上で言い方とかが変わるのか、そうなんですよ、なるほど、とかとかっていう感じで、まあ、やりつつ行ってみたいと思うんですけれども、はい、そうだね、やってみよう、うん、ではまず私から引かせていただきます、いつどこで誰が誰に、あ、そうか、まずは、うん、日高さんから、はい、アトミックチャレンジしていただきたいと思います、初アトミックだわ、はい、初アトミック、初アトミックお願いします、お姉ちゃんのアトミックお願いしますが、はい、まずじゃあ文章を完成させていきましょう、私からいきますね、はい、いつこれがね結構ねなかなか文章がね、うん、凝っていて、お真夏の太陽の下、おまあいつですね、なるほど、次はどこで、日高さんお願いします、はい、どこで、緑ヶ沼健志学園の体育館裏で、お真夏に、真夏の体育館裏で、うん、はい、汗の香りしますね、ねえ真夏だ、爽やかかな、次誰が大事だよね、あ、ふわっ、え、何した、2個何、残像、あ、そう、残像か、イエスイエス、何でしょう、誰が、知的戦略系ギャグキャラが、ねえねえ待て待て、あのね多いのよ、長いな、ワンワン就職後が長い、素敵だけどもう忘れちゃったよ私、まあ後でねまとめてまた発表しますけれども、 ありがとう、じゃあ最後、誰にを金本さんお願いします、はい、ギャグキャラが、うん、あ、闇の四天王になってしまったかつて好きだった幼馴染に、
ちょっと待って、全然覚えてないんですけど、ちょっと改めてね、繰り返しますんで、とりあえずじゃあつなげて読んでもらいましょう、うん、それが一番いいよ。はい、なのですいません、はい、早速、日高さんには、うん、今何も覚えてないから繰り返してもらおう、はい、繰り返しますよ、うん、まあ、だっけ本当にもう、うん、アトミックしてもらえれば大丈夫なんですが、改めて、うん、すいません、テロップが出ないんですけれども、真夏の太陽の下、はい、ミドガル魔剣士学園の体育館裏で、知的戦略系キャラが闇の四天王になってしまった、かつて好きだった幼馴染にアイアムアトミック、好きな、愛してるね、まあ、ざっくり、まあ、砕くと体育、熱い真夏の太陽、ざっくり砕けない、まあまあ知的な感じってことは、でもそうだね、この誰がが自分のキャラクターってことだね、そうそうそう、で知的キャラね、そう、知的戦略系キャラが好きだった幼馴染にアトミックよくわかんないからやってみるわ一発目だし、では頑張れ、ヤカさんのアイアムアトミックお願いします。アイアムアトミックおい、爆発して、爆発したぞ、おい、破壊力、なんていうキュンポイントだ、日高さん、うん、本当に初めてですか、だって分かんないよ、だってまずさ、ちょっと手慣れてますね手慣れてますねって真夏も感じました、真夏感じましたよ、真夏感じました、うん、最初の時の感じでね、セクシーだったし、うん、あー、これはもう怖いですね、はい、こういうのね、ベテランだったよ、すごいよ、キュンとする、キュンとした、キュンとした、うん、した、ありがとう、難易度高いな、夏の暑さも感じた、素晴らしい、これはね、素晴らしい一発目、はい、夏の風物詩アトミックでございました日高さん、ありがとうございます秘宝です、まだ続きます、あーそうだよ、まだまだ続くよ、続いては、まあ七影メンバーということで、まずは瀬戸ちゃんからお願いしたいんですけれども、瀬戸ミックお願いしてもいいですか、瀬戸ミック、そんないいね、なんか瀬戸ミック、なんか科学の会社みたいな、そうね、なんか記号みたいになっちゃったけどじゃあまたお題から引いていきたいと思いますよ、はい、じゃあ瀬戸ちゃんのお題作っていきたいと思います、いつ、はいはいはい、前世の記憶の中で、え、もうそこからもう想像できない、場所じゃないじゃん、なんかもうイマジナリー、イメージ空間だね、イメージ空間、まあ後でね、またおさらいするけれども、じゃあ次は日高さんのどこで、どこでいきます、女神の試練の観覧席で、おお、本編と一緒だ、うんうん、なるほど、すごい要素がたくさん ね、誰が、さあ誰が、メガネっ子が、お、すごい急に、すごいね、ざっくりなんだけど、さっきとの温度差めっちゃ分かりやすい、うん、めっちゃ急にキャラクター分かりやすくなったね、瀬戸ちゃんはメガネっ子、私はメガネっ子ね、はい、そして誰に、はい、いきます、電車で泣いている子供の母親に早く泣き止ませてくださいと言ってくる心ないおじさんに、やなおじさん、やばいよ、よーぞーよー、おじさんに私が言うのか、そうメガネっ子、メガネっ子が、そうか、あ、じゃあ山下ボックスに戻してまとめてもらおう、はい、ちょっと ちょっと嫌な人にってこと、そう、ちょっと嫌な感じの人に、うん、心ないおじさんにアトミックですから、メガネがアトミックね、ではまとめますと、はい、前世の記憶の中で、はい、女神の試練の観覧席で、観覧席ってもう電車じゃないあれアレンジはご自由にお願いします、はい、電車の中、メガネっ子が、はい、電車で泣いている子供の母親に早く泣き止ませてくださいと言ってくる心ないおじさんに向かってアトミック、観覧席や言うてたやんけ、そうなんや、電車になもう、まあとりあえずメガネっ子で心ない人に向かってこうちょっとね、こうアトミックして、うん、この場を収めていただきたい、わかりました、大丈夫ですか、メガネつけた、はい、つけました、 OK です、うん、では瀬戸ちゃんのアイアムアトミックお願いします、アイアムアトミック待ってね、待ってくれ、待ってこれめっちゃ面白いんだけどめちゃめちゃおもろいんだけど、自分以外がリナが笑ってくれるならいいよ、あとめっちゃ面白いなんて、何これ、何見せられてんの、ちょっと斜めに入ってる感じもなんか思った、そう、ちょっとどこ見てんのか分かんないのが怖かったんだけど、まあ、観覧席に今電車が入ってきたっていうのイメージの中なんだけども、なるほどね、そう、どこ電車だもんですかもね、うんうん、でもちょっと私のメガネっ子はやっぱりこうビシッとはまだ言えないの、うん、ちょっとこう、なるほど、注意したい、悪いこと注意したいけど、うん、なかなかね、言えないという、難しいですよね、
いっかこんなの、いっか感じるなね、これ以上傷つくらんでね、そう、もうえぐらんでいいかな、面白い、はい、サクッといきましょう、続いては金本さん、はい、お願いしたいと思います、はい、はい、ということで、またね、からまた行こう、地獄の文章を作っていきましょう。さあ、よかったね、長文だったね、どこでが2つあったもん、そうです、うん、声優さんって大変やな、はい、続いて、いつでございます、はい、おお、1000年前お、すごいじゃん、すごいすごい、具体的、具体的だよ、どこでを引きます、じゃあ、はい、マグロナルドの窓際の席で、ないよ宣伝前崩壊してます2つ目で、じゃあ誰が、はい、大事だよね、誰が大事だよね、そう、魔女っ子が、おお、ちょっと、あ、でもなんかいいですね、なんか今のところいい設定だよ、すごいかも、わかりやすい、来ます、長いなんか長めですね、大体 UI で長すぎない長いねこれ、誰に、金に目がくらみ自分を売り飛ばそうとしている育ての親に、おすごい、でもシリアスだわ、ね、確か魔女っ子だからね、なかなかいない存在なのかもしれないね、魔女っ子を売り飛ばそうとする親に向かってアトミック、じゃあ山下ボックス、はい、まとめてもらいましょう、では改めて振り返りますね、じゃあシンキングタイムというか金本さん的には、はい、整理します、一応まず魔女っ子です、はい、魔女っ子、はい、1000年前マグロナルドの窓際の席で魔女っ子が金に目がくらみ自分を売り飛ばそうとしている育ての親にアトミック、はい、あ、でもなんか瀬戸も一回挟んだからなんかちょっとなんかやりやすそうに感じちゃう、やっぱ変だったよね、確かになかなかすごいキャラも濃かったんですけれども、うん、今回は魔女っ子ということで大丈夫ですか、やってみますとりあえず、はい、うん、ということで、では皆さんを1000年前の、家族のいざこざにご招待、金本さんのアトミックお願いします、アイアムアトミックお母さんね、子育ての親をに、はい、アトミックした、アトミックしてみました、ね、おばあちゃんじゃなかった、なんかね、そうひいさん自身、魔女子おばあちゃんじゃなかった、ちょっと1000年前あ、そういうことか、1000年間いってんだ、だから魔女子にかかってるのか、1000年前がそういうことか、なるほど、弱い繊細超えなの、弱い繊細、いや、なるほどね、じゃ親いくつやっていうね、解釈し放題だね、確かに可能性無限大だ ね、なるほどな、ちょっと自分の浅はさを恥じた、今私もそうだわ、恥じたわ、うん、恥じた、魔女っ子ちゃんもちっちゃい子来るかと思っちゃったから、囚われてんじゃねえと、囚われてた、これやっぱ深いですね、アイアムアトミックって、すごい、物にしてるこのコーナーをすごいじゃん、え、でもやっぱりなかなかさ、私たちじゃさ、アトミック初心者からするとやっぱり ね、まだまだこれからだなって感じなんで、ちょっと本家にやってもらおうかなって、やっぱ逃げ切れないか、思うわけですよね、逃げ切れませんでした、はい、やっぱ聞きたいよね、はい、本物聞きたい、山下アトミック、あ、うん、山下アトミック、わかりました、山下シャドウアトミック、はい、いやもう要素どんどんハードル上げないで、はい、アトミックしますよ、あ、やった、じゃあ、はい、もうみんなでこうね、同じいてって傷を作って今日は帰る日ですからそうです、みんな一緒やらせていただきたいと思います、もうすでに動揺してるのがわかるんですけど、はい、じゃあもう観念しました、はい、私がアトミックします、はい、いつから聞かせていただきます、うん、なになに、黎明の時、かっこ明け方、黎明の時、あ、でもなんか似合う、似合う、かっこいいね、うん、明け方ね、はい、じゃあどこで、はい、え、待って、すごいよ、え、何、怖い怖い、世界の果てで、わーおー、中二病すごいじゃん、ねえ、極まれりだね、極まれり、そして瀬戸ちゃん、誰が、あ、そう、これ大事、誰が大事よ、誰が大事、熱血系キャラが、おー、なんかいけそういけそう、ちょっと割と、うん、いい、いいね、ビジョンがいいんじゃない、誰に、うん、お、あ、絶好のタイミングで何かと主人公を貶める悪徳令嬢に令嬢、令嬢か、令嬢か、別ジャンル来た、別ジャンルが、ね、じゃちょっと私のところに集めてもらおうかな、あ、はい、あ、ま、あ、そっか、そうですよね、皆さんに、はい、まとめてもらって、でもなんか設定としては結構ね、なんか分かりやすそうな感じするし、まあ、熱血系キャラだ、はい、になるのもね、全然いけそうな、うんうん、熱血、じゃあ改めていいですか、確認してお願いします、黎明の時、まあ、明け方ですね、はい、世界の果てで熱血系キャラが
絶好のタイミングで何かと主人公をなんだ何かと主人公を貶める貶める悪徳霊嬢に、まあ、ちょっとこう悪い霊嬢に対して熱血が朝方に言うってことね朝方、明け方にちなみに世界の果てでね世界の果てちなみにね世界の果てを声で表現できるかなわ分かる、はい、分かりました。じゃあ よろしいですか。はい、大丈夫です。では山下くんお願いします。お前悪いな、こんな世界の果てに朝から呼び出して寝るな、明け方だけど起きろ、お前に言いたいことがある。ずるいよ。アイアムアトメック白白しちゃった。私たちの黒が際立つ。今日は確かに。おはよう。おはよう。急に明け方だからか。ビジネスがまたなんか引くやん。結構引くやん。え、ちょっと最初になんか喋ってたね。それはいいんですか。そうだ、これアトミック、アイアムアトミックだけで表現するって私たち聞いてたんですけど。うん、ずるいじゃないですか。金本さんだってご飯食べてたからいい。私でも喋ってないです。アドリブで、あくまでアドリブですよ。さっき状況めっちゃ言ってましたよね、言葉で。いや、そう、ずる。説明してましたよね。うん、ずるい。ね、起きろとか。ねえ、アドリブ。しかも最後の演出もちょっとみんなと違う特別仕様に。なんか、ね、ずるいよね。ずるいよね。許してくれ。許してくれ。俺が悪かった。だからもう一回やらせてくださいとも言えないこのね。ございますけれども、ね、このままだと僕がもう言葉を喋る、もうこともできずショックを受けたまま重大発表せず終わってしまいそうなので許してください。はい、すごかったです。すごい、許します、うん、すごい許しでした。はい、ということで幻の熱血アトミックさせていただきましたが、皆さんのアトミックも素晴らしいものでございました。このコーナーでは出演者の皆さんと一緒にアイアムアトミックの新たな可能性、もう探ることのない可能性を探っていきました。以上 4W アトミックのコーナーでした。はい、ということで、はい、この熱血冷めやらぬまま続いてのコーナーというか、はい、ここからはお知らせのコーナーでございます。少し落ち着いてまったりやっていきましょう。まずはパッケージ情報から。テレビアニメ第1話から第5話までを収録した影の実力者になりたくてブルーレイ &DVD 第1巻好評発売中でございます。そして、今画面にも出ております通り、テレビアニメ6話から10話を収録した、ボリューム2第2巻が本日発売となりました。こちらはキャラクター原案東西先生書き下ろし、三宝瀬ケースをはじめ特製ブックレット原画集など特典盛りだくさん、そしてアプリゲーム影の実力者になりたくてマスターオブガーデン影マスの特典シリアルコードも封入されておりますが、うん、今回スタジオに実物をご用意しまして、瀬戸ちゃんが持っているのがじゃん、これよ。お、決まってんね。かっこいい。なんだそれは。これはブックレットです。はい、うん、ちょっと中身をチラリしてどうですか、感想というか見どころ。カラーのページがあります。さすが、さすがカラー、うん、カラー、うん、カラーね。キャラクターたちがいて、うん、あのコメントとかも結構ボリュームあります。お、ちら、お、今なんかピンク色の、あ、なんかインタビューも見えたりね、結構文字がいっぱい、うんうん、ページ、なさいね、ええよ、はい、ということで、ね、ブックレットをぜひ、見てみていただければと思います。そして金本さんが持っているのが、はい、こちら、原画集、はい、こちらもちょっとちらり、うん、どうでしょうか。ちょっと見せていいって言ってたんで、ここさっき原画、お、りなちゃんがあげた、あー、肩のところだ。そうです、肩やられてるとこです。決められてますね。はい、これだけ見るとプロレスのような、うん、はい、確かに。これもね、私も好きです、チラッと。あ、ちょっと、あら、はい、アルファのドキドキのシーンが、ドキドキシーンとか近い、はい、じっくり眺められますので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございます。そしてすごいのは中身だけではありま、おー、すごいですよ。ひらかさん、急にひらかさんがスクラッチ始めちゃったんですけれども、めっちゃ水こちら大丈夫、お水ね、気をつけてください。あ、何してるの。こちらあのパッケージの表面が感温印刷という特殊印刷でして、手のひらで温めることでこうして色が、文字がすごくない、すごい赤くなりましたよ。なりました、スーパースクラッチ。そしてちょっと英語が、あれ、ちょっとこれは見えていいんですか。このね、G Eminence in Shadow の下のちょっと英文が書いてあるんですが、これ全部温めると全部読める、うん、なんて書いてあるかは皆さんがその目で確かめていただきたい、うん、ちなみに1巻も同じ、仕様でしたが、
きっと多分文字が違うと。あ、書いてある文字なんだね、はい、お僕も本当にこれ分からなくて、あの文章がつながってるのかまた別のセリフなのか分かんないんですけど、ぜひぜひあのスクラッチ、スクラッチじゃないや、あのちょっとスクラッチやったわけじゃないだよガガガってで温めていただいて皆さん自身でこう解読していただければと思います。日高さんありがとうございました。はい、はい、ということでボリューム2ぜひよろしくお願いします。そして早いんですけれどもボリューム3は来月3月24日、うん、そしてボリューム4 4月26日の発売でございまして、これで、コンプリートでございます。ぜひ全巻手に入れてお家で何度も影実をお楽しみください。はい、では続きまして音楽情報です。はい、オクトによるオープニング主題歌ハイエスト、私たち七影が歌うエンディング主題歌ダーリンインザナイトは現在好評発売中です。カップリング曲はさ佐藤じゃないシャドウ様の佐藤ちゃんなきゃシャドウ様の青い閃光でございます。はい、各種音楽配信サービスでも好評配信中ですので、はい、ぜひたくさん聴いてみてください。なかなかのお手前で、はい、では続いて原作コミカライズ情報です。原作小説影の実力者になりたくては現在5巻まで刊行中です。また月刊コンプエースにて連載中の影実の漫画版は第10巻、そして同じく月刊コンプエースにて連載中のスピンオフ漫画影の実力者になりたくてシャドウガイデンは第4巻まで好評発売中です。さらにテレビアニメ影の実力者になりたくて公式ビジュアルガイドも好評発売中です。キャラクター設定や美術設定、プロップ設定、原画などを多数収録した200ページ超えの大ボリュームとなっております。こちらもぜひチェックしてください。はい、ありがとうございます。誰だ佐藤ガーデンって言った人は今でお茶すな。はい、ということで続いてはグッズ情報でございます。トレーディングカードゲームリバース 4U より影の実力者になりたくてコラボカードが発売決定でございます。影実のキャラクターそして名場面を収録したカードとなっており、ゲームでまあ遊ぶことができるのはもちろんコレクションとしてもおすすめでございます。そして、運が良ければキャストの白押しサイン入りカードが入っているかもということで、こちらもねぜひぜひ引き当てていただきたいんですけれども、発売日が5月19日金曜日ということで、皆様俺のターンしてください。お楽しみに。はい、続いてはコラボ情報です。アモカフェ池袋店にて影の実力者になりたくてコラボカフェを開催いたします。期間は明日2月23日木曜日から3月6日月曜日までとなっております。コラボメニューや限定グッズなどをご用意しておりますので、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。はい、こちらに、うん、あのね、この一部がメニューの一部が載っているんですが、もっとあるんだね。あの一番気になるのは、うん、イプシロンの落とし物、はい、気になっちゃいました。あ、ちょ、カンジロさんちょっと あ、やばい、顔が顔がこれちょっとだ誰だ考えた人こらこらこらこれはスライム味なのかしら。お味はどうなのかしら。まさかそんなこれ確かね、あの調べたところ黒ごまだと。そう、黒ごま美味しそう。ちゃんと、ちゃんと美味しい、はい、あの噛み切れない、なかなか噛み切れないようはございません。美味しくいただける、そうなんです、イプシロンの落とし物ということで、いいね、なんかちょっとこうね、あの不思議な気持ちになっちゃいます。カフェメニューでもいじられてるなんて本当だよ、誰だ考えた。ドリンクメニューとかもすごいいっぱいあって、あ、そう、うん、全部あってね、ありましたね。うん、マグロナルドもやっぱりツナなのかな、そのパテは。ねえ、感じするね。普通に美味しそうですね。ツナじゃない、ツナじゃないって言ってる。あ、普通お肉かな。お肉、お肉、お肉、うん。でもなんかグッズ見たら結構ミニキャラの、うんうん、その何、キーホルダーとか、うん、わー、ミニキャラいっぱいあって可愛かった。そう、グッズもね素晴らしいんですけれども、うん、まあこうコラボカフェではね定番のオムライスもそう、アトミックオムライス、すごい色になってる。すごい、すごいですね。アトミックオムライス、シドの上からパカンって卵がビョーンって出てくる感じなんですけども、他にもこの影の実力者なりきりセット、こちらノンアルです。ノンアルか。グレープジュースとのことなので、ぜひ安心して学生の皆様も、うん、あの食いらして時は来たって言ってください、お店で ね、 いいね、はい、ということでドリンクもありますしグッズもありますので、ぜひぜひ、アモカフェさん調べていただければ嬉しいです、うんうん、そして続いては、はい、ゲーム影マス情報です、はい、ガンマをピックアップしたシャドウフェスガチャ、ガチャ、もうガチャが開催中です。アルファ、ガンマは自身を除く味方全体の SP を回復するサポーターです。運動神経は最悪で最弱の異名を持つガンマですが、その頭脳で仲間を後方から支援します。ぜひこの機会にゲットしてみてください。そして
ここで皆さん、こちらの動画をご覧ください。なんかニュース？みんなを守りたかったけれど、私にはできなかった。私はオリアナ王国王女としてなすべきことがある。ローズオリアナとして守りたい思いがある。そのための力が欲しい。シド君は今でも私を信じて。666番、ここでは番号が貴様の名だ。貴様はもう何者でもない。名も服も何もかも捨て、純粋な兵士となる。全て捨てろと言ったはずだ。私の力を示します。さあ、鍛え上げた根性見せてみろ。はい、ということでこれ過去初公開、そうなんです。こちらシナリオ連動不詳ローズオブガーデンを明日23日より開始します。わー、どうでしたかこの動画は。なんかもう直近のあのね20話の、なんだろう、あの複雑な悲しいような感情そのままにちょっとドキッとして、この髪切って改めて ね明るいとこで見たの初めてかも。ね、唯一このね、横の縦ロールだけはちょっと残してくれた我らがねラムダ、実は本編ではあまりこうまだ出てきていなかったんですけど、シャドウガーデンのメンバーラムダと、ね、ローズのお話つことかな、ローズオブガーデンつうことで、そうなんです。詳細が、はい、こちらのイベントはですね、これまでの期間限定シーズナルイベントとは異なり、シャドウガーデンに加入直後のローズとラムダを描いたアニメ20話の正当な続編ストーリーとなっております。そうなんです。原作小説やコミックスでも語られていないアニメの続きを見ることができ、また描写がね今まで少なかったラムダも登場していきますので、影マス完全オリジナルストーリーとなっていて、いますので、ぜひ明日の配信をお楽しみにしていてくださいという感じでございます。はい、そしてですね、イベント開催に伴いまして、国威の教官ラムダのピックアップガチャを開催いたします。ラムダは教官らしく、こう鞭を持って味方を鼓舞し敵を畏怖させるサポーターです。もちろんトークにも登場しますので、ラムダがどんなキャラクターかを知りたい方はぜひゲットしてみてください。現在バレンタインプレゼントで玄魔石3000個がもらえますので、こちらもぜひご活用ください。はい、いいな、すごい情報だ。これはもう明日からやるしかないですね。やって遊んでください。そして最後はコミュニティ情報になります。影の実力者になりたくてには公認ディスコードがあります。こちらゲームと連動した企画も実施しているので、皆さんぜひ参加してください。はい、ということで情報盛りだくさんでお届けしまして、皆さんふーって多分一息つかれたと思うんですが、もちろん今の情報も素晴らしい情報なんですけれども、まだ終わりません。皆様お待たせいたしました、ここで影の実力者になりたくてより、重大発表があります。ちなみに何あ、ごめん、ちょっとリアクション取ってみてなきゃ。どっち嬉しいの悲しいの大丈夫です。はい、そうね、そんなねうって感じなんですけれども、バールではございません。バールの発売ではございません。誰も持ってない、誰も持ってない、大丈夫。まずそのね、この発表をするためにちょっとこう勢いをつけていきたいと思いますよ。 I need more information。 今宵闇に秘めたる影の英知を授ける。はっ、
月が赤い。残された時間はわずかだ。月が赤い。残された時間はわずかだ。エコーありがとう。ということでテレビアニメ影の実力者第2期が決定いたしました。うわー待ってました。やっと言えたよ。もう1時間我慢したよ。息が詰まるようだった。そうだよ。もう我々ずっと1時間手も頭の中で常にこのことが端っこにありながらトークをしていました。もう2って言いたくて言いたくて、ね、だって今日もう計らずも2月22日というね。もうそうだよ。危なかったよ。言いそうになって、ね、また恐ろしいのが一気って言わないでくださいっていうのが本当に怖かった。そうね。ここもそうでした。全20話ですよ。全20話一気って言っちゃうとなのでくれぐれもってもうだ本当はもうねそんな極限状態の中で、ちょっとアトミックで面白くやってくださいよガーとかそんな状況じゃないっていうね頑張ったよーやったぞ、うん、私たちということで2期だ2期だ2期だよみんなということでもうねピースサインの2期でございますがここでどこよりも早く第2期ティザービジュアルもご覧いただきたいと思います。こちらです。赤い。PV でもめちゃめちゃ目立ってたねこの赤い。セリフとしても印象的だったし、うん、これ多分あのミニアニメ影実ってあるじゃないですか。七影が出る、はいはい、赤い月見バーガーって言ってたんですよ。ああこことつながってたってこと。伏線だったってこと。すごいねそういうことやるよね。うもう影実ってさ鍵盤に死とどってなんか影実有識者そういうとこあるそういうとこある影実ほんといろんなとこに散る場面だから、はい、ということでね株主からのお言葉みたいになってそうなんですよ。いろいろなところで散りばめていて赤い月ということで第2期のビジュアルなんですけれども、一応こう原作の流れに沿っていくと2期というか、まあ、この赤い月のところって実はクレアの活躍が、うんうん、そうなんですよ。こっからお姉ちゃん。そうなんだお姉ちゃんこっからが本番です。全世界のクレアファンお待たせしました。そうだから本当に今日生放送出るっていうの発表になってからファンの方からこれは2期ですか2期なんですよねだって出るんですもんねみたいな、なんかそんなかもうしかもさ今回のキャストの順番もさ2番手じゃん。そうなんだろう。やめなって思ったよあれ本来ならいても4番目なのよ。似合ってたね。まあまあまあ、まあ、でもそれぐらい皆さん期待してくださっているというか、楽しみにしてくださってるっていうことも本当ひしひしと感じておりまして、またいろんなねクレアの一面が見れると思うのがすごい私も楽しみです。そうですね。果たして2期これからどうなっていくのか、うん、まあアニメはその1期の時から原作とも漫画とも違うそのアニメとしての演出がすごく特徴的で、うんうん、そこが評価をいただいていたところでもあるので、うん、アニメとしての2期はどうなるのか皆様お楽しみにということで、続報をお楽しみにということで、そして2期制作決定を記念しまして、イラストやコメントも実はいただいておりまして、ここで発表するわけではないんですけれども、まずは、我らが中西和也監督、そして原作の相澤大輔先生、キャラクターデザイン東西先生、コミカライズ担当の坂野安里先生、スピンオフ担当の瀬田優先生のイラストコメントが届いておりまして、そちらはこの後公式ホームページやツイッターにてご紹介しますということなので、この放送が終わった後ぜひ、各種チェックしてみてください。よろしくお願いします。そしてさらに嬉しいお知らせ、その応援のおかげでテレビアニメも、2期を続けることができるようになったわけなんですけれども、今年4月から東京 MX BS 日テレにて再放送が決定いたしました。おはようすぐだ完璧なタイミングですね、こちら情報の、ね、絵の通りなんですが、東京 MX では4月2日より毎週日曜日24時30分 BS 日テレでは4月5日より毎週水曜日25時からという放送いたします。2期に向けてぜひここまでの物語を振り返ってみてください。ちょうどねこうなんだろう、まあ大体迎えたわけで、そして2期ですよっていうところなんですけれども、ちょっとこの波に乗り遅れた、乗るしかないこのビッグウェーブにっていう方は指導よろしく、ぜひ4月から再放送も楽しんでいただけたら嬉しいですということで、やっと解放された気持ちになりましたが以上お知らせのコーナーでございました。はーい、あーお疲れ様。あいやいや皆さんね、みんなで頑張った、ね、コメントもたくさん楽しい時間はあっという間でございまして、そろそろエンディングのお時間でございます、うんうん、はい、最後に、我々から一人ずつご挨拶をさせていただきたいと思います。まずはじゃあね、日高さんから、
はい、お願いします。はい、改めましてクレア影の役の日高里奈です。本日はご覧いただきましてありがとうございました。そして本当皆さんの応援のおかげで2期決定しましたので、それも改めて本当にありがとうございます。まあ、個人的にはやっぱり生放送こういう特番出るの影実では初めてで、しかもラジオの方だと結構3回目だったかな、結構なんか序盤にね、出させてもらったので、こうやって振り返ることも改めてできてすごく嬉しかったです。とは言ってもやっぱりクレお姉ちゃんはね、ここからが本番で、ここからがね活躍するあのシーンがいっぱいなので、ぜひ皆さん期待して待っててください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ではとちゃんお願いします。はい、ここまでご覧いただいた皆さんありがとうございます。そして本当皆様の応援のおかげで第2期決まりまして、発表もここでできまして、いやとっても嬉しいでございます。内容としてもですね、まあ、こうゲームであったりでこうアニメでは見れない深掘り要素もあったりしたんですが、割と七影はもうその名の通り影に潜んでることも多かったのですが、まあ、このまま原作通りの物語でいくと七影たちの物語もより描かれていくのではと思いますので、ぜひ皆さんお見逃しなくということで、再放送など見たりしてもう準備万端で2期をお待ちください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。では続いて金本さんお願いします。はい、イプシロン役の金本久子です。ご覧になっていただきありがとうございます。皆さん待ち望んでいた2期をこうやって番組の中で一緒に発表できて、私もとっても嬉しかったです。今後ね、イプシロンはスライムを持っているだけの人間じゃないシャドウ様や七影や、かっこいいところもあるんだぞという思いをねたくさん込めて、また2期も演じていきたいと思いますので、今後もぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで最後私からもちょっとこう喋らせていただければと思うんですけれども、本当に改めて、まず第1期20話まで応援してくださり本当にありがとうございます。そしてこう皆様の応援のおかげで第2期制作することができる、本当にアニメを作るって簡単なことではないので、あの本当に何だろうな、完璧な最善のタイミングで2期を作ることができるっていうのは本当に嬉しいことだし、光栄なことだし、また演じられるのかというところで、まあ緊張もあるし楽しみもあるしで、これからも頑張っていきたいと思いつつ、まあ指導は多分まあいつも通りあんな感じだと思うので、これから来るまあ赤い月だろうとなんだろうと楽しんで指導と一緒にね生きていきたいなと思いますし、あと一つこうあの影実オンエアされてからどん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 いろんなところにあの応援だったり見てますよってお声をいただいて、自分も全く違うお仕事の現場で影実実は見てて大好きですっていう言葉を本当に多くいただけて、もう本当にかなんだろうな、影どころか皆様にスッと浸透しているのがすごく嬉しかったり、あと海外の方のコメント、今日もあのねこちらの YouTube の生放送でコメントたくさんいろんなことお言葉言語でいただいていることを嬉しく思いますし、すごい世界中に影実の面白さってやっぱ伝わるんだなってすごく嬉しく思ったし、誇りに思ったし、より緊張するしっていうところで、本当にすごい作品に出会ってしまったなと万感の思いであります。2期果たしてどうなるのか、今言えることはここまでなんですが、続報をお楽しみに。それまでどうか再放送と影マス合わせて楽しんでいただければ幸いです。きっとすぐに会えるんじゃないかななんて思いつつ、これからも頑張っていきますので、影の実力者になりたくてを、応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ということで20話でお預けしたアトミック、いつ出るんですかねということで楽しみにしつつ頑張っていきたいと思いますが、皆様それでは影実2期でお会いしましょう。またお会いしましょう。せーの、またねー。アイアムー。